まずこれを見てください。これを見てください。ですね。レッスン3の A には入っていると思いますので、レッスン3の A のところ、また、レッスン3 B まであります。今回は。いつも C までなんですけど、レッスン3は D までありますね。で、学校の予習復習にやってみてください。それからちょっとだけ予告をしておきますけど、ですね、東北の中学に残ってるんですよ、試験が。明日、明後日、明後日ですね。で、金曜まで講習がありますので、木曜日はですね、東北の中の勉強をちょっとさせてほしいので、協力をお願いします。ですね。今日は明日が国語らしい。シーンで自分たちで勉強したいと決まって二人でやってますので、決まってまだあるよ。それをちょっと後ろに回すのき一部はい。で自分のは持ってますか？自分の今説明てるんで、そこに置いてたらダメですよ。いいですか？でですね、今日まで一応ちょっとやります。ルートも先の方まで行きますけれど、基本ですね、あと、あさってが東北の中にちょっと協力してもらって、来週からですね、皆さん、この1、2年の復習に入りたいと思ってるんですよね。で、去年からそういうふうにしましたけど、去年からですね、うちは、塾生には夏の講座って言ってないんですけど、対外的には7月から夏の講座の前期と後期に分けてまして、7月いっぱいの前期でこれを使います。で、これは皆さんも使ってください。申し訳ないけど1500円しますけど使ってください。僕はもうこの中入ってます。ですね。これで、1、2年の総まとめをしますので、1ヶ月かけて復習しながらですね、ちょこちょこっと先のところが入ってきたらします。二次方程式とかいろいろ出てくるんで、そこら辺をちょこちょこっとやりながら、こっち側を復習を進めていきます。いいですか？で、8月からの夏期講座の後期はですね、これは皆さんは完全に夏期講座、もう夏の、ですね、毎年、他の塾とか見たら7月23日とかいろいろ書いてあるんですけど、あれ部活引退してないとこ結構多いんですよ。割と大会とかでですね。ので、引退が7月いっぱいぐらいにずれるとこも多いので、あえて8月1日、今年は7月31日から夏の講座っていうのを皆さんに受けてもらうようにします。ですね。その時はもっと詳しく話をしますけど、うちは大体月水金の週に3回です。で、基礎コースと、それからですね、剣模試の受験コースに分けてます。こいつですね。で、ここは受けてもらいます。8月31日。ここは皆さんに受けてもらって、まあデータが出ます。自分の志望校の合格ラインとか合格パーセンテージとか出ますので、これはぜひ受けてください。で、そういうスケジュールでですね、7月からの受験勉強に入るというふうに思ってください。だから1、2年の勉強がちょっと苦手なところあったら、7月の間にしっかりやって、で、8月はですね、基礎コースが、課題テスト。課題テストをどんどん練習します。で、受験コースは剣模試、本番の技術の勉強をどんどんやります。副都のテストと剣模試の大きな違いは、剣模試がめちゃくちゃ記述式。副都は括弧穴埋めです。ですね。で、もちろんその課題テストは学校の9月の試験に役に立ちますので、ですね。そこで結果を上げたいという。毎年夏はガンって上がるんですよ。その次そこは下げないですよね。ね。ということで、もうよその塾よりもいち早く、だいたいよその塾が7月23日から格好だと言ってますが、うちは早く格好だの内容に入りますので、一緒に勉強していきましょう。ですね。ではでは、ですね。あとは、こういうのを買った人もいるかもしれません。これはですね、学校に最近売りに来てるみたいなんですけど、アンケート取りますよね。どういうものかっていうと、単元列になってるんですよ。これは。
入試問題を切り取って同じ単元だけ集めてるんです。歴史は歴史ばっかりとかですね、地図、日本地図は日本地図ばっかりとか世界地図ばっかりとか集めてます。はい、そうです。ああ、ありがとうございます。はい、すいません。あ、あとで、あ、じゃあ回してもらいます。そうなんです。はい、そうです。で、こっちの方はですね、ただ1年のところできるところはやっててもいいんですけど、3年の単元習ってないの結構あるんですよ。だそこはまだやれないっていうデメリットがあります。まだだから割と後の方でやってもいいかもしれないね。一応塾もありますので、まあ必要なところは一緒にやりたいと思います。で、これはですね、毎年福徳がこう、出してるんですけれど、ですね、前半戦のところに、いろいろ問題があるんですね。これ2つありまして、私立の問題をある程度集めたバージョンと、それからですね、去年の福徳の会場テストがあるでしょ、あそこ。あの会場テストの問題をそのまま載せて、で、そこの偏差値をこう一応出して、あらかた大体自分がどんくらいのところにあるか分かるようになってる問題が2つあります。第1回実力テストと第2回実力テストというのがあります。で、後ろに今の入試問題はこんな風になってまして、こう本みたいになってます。冊子みたいな。こんな風になってます。ですね。これが何年分か、3年分、2年分か、2年分ついてます。でっかいですよ。こんな感じでこう広げると、こういうふうな本みたいになってずっとこう広げていっておきます。で、回答用紙だけは別になってますね。こんな回答用紙になってます。ですね。ただ前から言ってますように、今年は入試問題が変わる年なので、3年分ありますね。29、28、27と3年分あります。今年はリスニングが5分、じゃあ全体的にテスト時間が長くなって、回転が多くなるっていうのを初めに分かっているので、それは発表されてますから、去年以上に練習をしないといけないということですね。あ、そこはもう僕の仕事ですから、いろんな情報をこう手に入れて、こういったことやったらいいよということでやっていきますよね。はい。皆さんは、とにかく早めに私立高校と公立高校を決めて、で、こう自分がそこを受けるぞっていうこうイメージを作りながら勉強していってほしいと思います。まあ、7月、8月が一つの山になるように、意識して2ヶ月頑張りましょう。受験勉強、まずはですね。いいですか。はい、じゃあ今日は今からレッスン3の A の話をしますので 3A を見てください。で、英語の時は必ずノートを出しましょう。ノートは自学ノートでも自分のノートでもどちらでもいいです。新しく単語が出てきたら練習したりとかですね、していきましょうね。はい、自学ノート持っている人はそれ使ってもいいですよ。いいですか。はい、ではレッスン3行きたいと思います。レッスン3ですね。Emails from Alaska and India ですね。アラスカ州というのがありますよね。北の寒いところですね。アラスカとインドですね。夏休み、全アラスカのおじさんを、肉はインドに住むシンガのおばさんを訪ねます。というわけで、はい。多分これ E メールなんですよ。E メール。サブジェクトって、いう項目がありますからね。タイトルみたいなものです。店名。Hello from Alaska。アラスカからこんにちは。ね。Hello, Hiro。Hiro, こんにちは。さあ、番号に色がついてるのが大事なとこです。いいですか？これは文法の説明もします。I've been in ジュノー、ちょっと地名なんでよくわかんない。ジュノー、for three days。あと、例えば、飯塚みたいなもんですけどね。I've been in ジュノー、for three days。継続ということになります。継続です。私は3日間、ずっとジュノーにいます。
はい、ではこの説明をしますのでノートに書きましょう。ね、まあ、スペルが、おお、なんかいい感じだね、ビューティフルみたいなイメージだね。ジュノー、フォースリーベース。今、現在完了というのを勉強してますね。これが3日間という意味ですね。3日間、フォースリーベース。3日の間です。ですね。さあ、こいつは I have の短縮形でした。I have。で、なんでここで been という過去分詞が来ているのかということなんですけど、ポイントはこういうことです。I am in Juneau ですね。私は Juneau にいますという文章なんですけれど、ですか？はい。これは、存在を表す be としてですじゃないです。ですじゃない。いますなんです。あるとかいるという、こう、自分の存在を表す be 動詞です。私は、ジュノーにいます。この文章が基本なんですね。で、have been。この be 動詞があるから、be 動詞の過去分詞を使うんですよ。この文章にするためには、必ず元になる文があるんです。私は、ジュノーにいます。これ、ずっといますという、継続。ここも日本語の意味でしょう。継続。ずっと継続している、つながっている、続いているということでしょう。ですね。現在完了の継続の勉強です。テスト3のようですね。I've been in Juneau for three days. 3日間 Juneau にいます。基本は I am in Juneau。私は Juneau にいます。これが3日間います。ただのいますっていうのは現在の時点でいるっていうこと。3日間いますが、3日前からずっと今もいますという、この幅が3日間なんですね。いいですか？そういうふうに3日間ずっと続けていますと言いたいときは、ハブプラス過去分詞で、そして for three days という3日間というふうに持ってきますということです。いいですか？I've been in Juneau for three days. 3日間ずっといますということです。ですね。大丈夫ですか？現在完了の継続というね。まあ、現在完了の勉強は、現在完了の完了がありますよね。それと経験、何らしたことがあるとかね。今ちょうど終わったところですとか、完了と、何らしたことがありますという経験はあったんですけど、ここで継続という3つ目の話が出てくる。いいですか？ですね。ずっと漫画をやってほしてください。じゃあ、次の文章に行きますよ。テキストに戻ってください。Juneau is the capital city of Alaska ですね。Juneau はアラスカの州と、アラスカ州なんですね。で、国だったら首都なんですけど、州の中心のところは州都。と言います。例えば、福岡県の中心は福岡市、県庁があるところですね。県庁所在地。ですね。アラスカ州の中心、キャプトルと言いますね。はい。Juneau is the capital city of Alaska. アラスカの州都です。It's surrounded by mountains and the sea. はい。surround 単語、右見てください。surround。右の単語のところ、あ、プリントはあります。ありますね。そうそうそう。右の単語のところの上から2行目のところです。サラウンド。はい、囲むという文章ですね。はい、練習しましょう。サラウンド。取り囲む、取り巻くというですね。というふうに、学校で新しい単語を習ったら、即その場で練習してください。とにかくその場で練習してください。ですか？何回か書いて練習してくださいね。サラウンド。
漢字の書き取りと一緒ですからね。一回じゃダメでしょう。大丈夫ですか？囲むという文章で。で、ここは受動体です。受動体。リード式プラス囲むし、レッスン1で習いました。取り囲まれています。ということです。いつ、もちろんこれは受能でしょう。受能という町は、都市は、取り囲まれています。囲まれています。by mountains and the sea。山や海に囲まれています。ですね。My uncle has lived here since he was young. はい、これも重要な文章になってますので、さあ移しましょう。My uncle has lived here since he was young.はい、この二つの文章がですね、この二つの文章が大事な文章になります。継続ですね、継続。皆さんの、そこのテキストを利用してもいいんですよ。テキストの、みんな、6番の文章をね、6番目に書いた文章を、ここに書きました。My uncle has lived here since he was young.Since 何万からとか何万、何万以来中ですね。以来、何万か、以来。He was young. 若い時以来ずっとという。これ実は、ここですね。ずっと住んでいるという訳です。今日、3の A は継続。あることがずっと続いているという継続という前提をしていますね。イヤーはここにという副詞です。場所を表す副詞。ヤンにはわかるでしょう。ヤンはほとんど日本語になっている若いですね。で、訳としては若かった時からずっとここに住んでいます。ね。まあ、ここは過去形でなってるんですけど、若い時からずっとって日本語にわかりやすいように書くときもあります。ですか？若い時からずっと住んでいます。ちょっと右の訳を見てもらうと、6番ね。若い頃からって書いてあるでしょ。若かった時からって書いてないでしょ。そこはあんまり神経つかなくていいです。ここのワーズは。ね。だって普通、若かった時って言うのが珍しいわけです。小学校の頃からとか、小学生だった頃からってあんまり言わないです。小学生の頃からって言いますので、それで構いません。若い時から、何年からずーっと住んでいます。まあ、おじさんは受能でずっと長く住んでいるということみたいですね。My uncle has lived here since he was young. さあ、ここで、since と for が大事なんですけど、for は、後ろがですね、こう時間の幅があるんです、こういうふうに。後ろに時間の幅がある。4の後ろ3日という幅があるわけですね。3日という幅がある。例えば1ヶ月とか1年ね、1 year、ね、1年 4 1 year とかね、4 2 years 2年とか時間の幅があります。こっちはですね、新スマートは過去です。過去です。例えば去年からずっととか言って、ラストイヤーとかね、イエスタデイとか何でもいいですよ。このシンスの後ろは過去を表す言葉が入りますよ。ですか。新しいこと習ってますから今差がついてないんですよ。今から差がつこうとしてますよ。こうなってますから大丈夫ですか。いいですか。同じことを習ってるんです。あとは皆さんの吸収力なんです。そこなんですよ。で、一旦入れ損なうと、自分一人で取り戻すのに、ものすごく2倍以上時間かかるんですよ。だから一番最初の授業が命なんです。どんだけこう、しっかり自分でこう、ね、
聞き取り聞いか、身につけ聞いかがとっても大事です。いいですか？じゃあもう一回行きましょう。ですね。私は3日間ずっと自分に、いますなんですね。はい。この being はいると訳をします。この I'm in you の私は自分にいます。この be 動詞。存在を表す be 動詞。have been でずっといますってことになります。ですか？私のおじは若い時からずっとここに住んでいます。継続という勉強をしてます。ずっと何々してるという継続なんですけど、継続は後ろにフォーかシンスが来るんですよ。で、フォーとシンスの使い方、フォーは後ろに3日間とか1年とか1週間とかね、フォーラウィークとか言って1週間とか時間の幅が来ます、ここに。ここはラストイヤー、イエスタデイとか過去を表す言葉で来ます。彼が若かったって過去のことなんですよね。その時からずっとということになります。シンスとフォーの使い分け分かりましたか？いいですか？シンスの後ろは過去ですよ。ですね。はい。で、その時からずっと何万という話になります。いいですか？はい。じゃあ、その次ですね。元に戻りましょう。です。I went to a famous cave yesterday. はい、ケーブ練習しましょう。ケーブ、ホラーナです、ホラーナ。洞窟。ケーブ洞窟です。ですね。I went to a famous cave yesterday. 私は昨日、有名なホラー穴に行きました。アラスカですから大自然が残っていそうですよね。It's under a glacier about 19 kilometers from Juno ですね。はい。右側に、グレイシアがありますか。はい。ね、氷河の下にあるんだよってことで、氷河なんですね。It's under glacier. 氷河の下にあります。いいですか？じゃあ、氷河を練習してください。単語がないと？これは単語帳の中にないね。そう。一回出てきたんかな。いいですか？グレーシア、氷河。で、アンダーは何なの下。で、イッツ、さっきと一緒で B 動詞、ありますと訳をします。それは氷河の下ですとか訳をすると中途半端になります。氷河の下にあります。About 90km from Juno ですね。まあ、これは距離ですね。ジュノーから およそ 19km 離れたところにあるということですね。はい。およそ 19km の氷河の下にあります。まあ、有名な洞窟があって、ジュノーにまあおじさんとかいるんだけど、そこから 19km 離れたところに行って、そこにまあ氷河があって、その氷河の下に洞窟があるということでしょう。The cave was formed because the ice melted. はい、was formed. ね、フォームは形作るという意味です。右側に来てますよね。フォーム、形作る。ですか。で、B 動詞プラス過去分詞で、形作られました。was formed マーカーで塗ってください。レッスン1で受動体習ったら、もう普通に文章の中出てきてもおかしくないですよね。The cave was formed because the ice melted.で、because は何なのでと訳をしますので、because、マーカーの色を二つ目変えてください。because はなぜならばだけ覚えている人は、文章の途中に出てきたらのでと訳をするというふうに、二つに分けてくださいね。because が文の一番最初にあったらなぜならばなんですけど、because 文の途中が何なのでです。ですか？The ice melted. メルトという単語はですね、結構、例えばチョコレートが溶けるとかね、いろんな、メルティーとか言ったりし
たりします。なんか、解きやすいみたいな感じで、日本語造語かもしれませんけど、メルトって解けるっていう意味です。ね。で、氷が溶けたので、そのホラー穴は形作られましたっていうことですね。The whole cave is a beautiful blue color. The whole cave.、ホールは全体という意味です。はい、ホールも練習しましょう。ホール。右に単語帳があるんで、単語を見て新しい単語を絶対確認して練習してください。ホールです。ですね。全体のという意味です。全体のホール。これで有名な日本語になってるのは、例えばホールケーキとか言ったりしますね。ケーキ丸まま一つのことホールケーキって言うでしょ。あのホールはこいつですよ。もう丸っと一塊の全体のケーキってホールケーキですね。はい。いいですか。で、その全体のホラー穴は、is a beautiful blue color。美しい青い色です。青い色をしてますってことですね。The color of the sunlight through the glacier。はい、through。これも有名な単語です。through。練習してください。何なのこうして。through。ちゃんと練習してますから、まだコツから見たら全然。行った練習してくれてない人いますよ。もうコーチや監督ですから指導しがいがない選手。行ったこと言っちゃやってくれない。だから自分のやり方があると言い放つんであれば、結果で証明してください。いや、私英語100点満点取れるんで、あなたの指導を受けなくても大丈夫ですよ。言う人は残念ながらまだ一人もいませんので、少なくとも、授業時間内にね、練習してくださいねってお願いするわけですから、俺怒ったりしないです。お願いですもん、本当に。頼むけん勉強して、後で困るよって、勉強した方がいいよっていうのを皆さんに言ってるわけですから。それでも皆さんの心に届かないとしたら、ちょっとね、悲しいものがありますけど、これ何なのこうして、何なのこうしてっていう。スルーです。で、グレーシアは氷河ですね。なんとなくイメージ湧きません？氷河って光通りそうじゃないですか。なんか氷こう透けて見えたりしませんか。で、割とさ、南極とかの映像を見たらちょっと青っぽいくないですか、氷が。多分あれ光の関係じゃないですかね。海の色が少し映ってるのかもしれないですけど。はい。The whole cave, ね。ホラーが全体は、beautiful blue color で、美しい青色をしてます。The color of the sunlight through the glacier. なんで青色してるかというと、それは、氷河を通り抜けた太陽の色です。日光の色です。サンライト、日光ですね。Tomorrow? 明日。I'm going to go for, ホエールやった、ホエール。ホールとホエール結構単語似てるけど、ホエールウォッチング。まあ多分これも聞いたことあるでしょう。クジラを見に行くんですね、ホエールウォッチング。もう一回言いますよ。ホールは全体のという意味です。全体の。あと一個出てきたのは、ホエール。O が A に変わっただけですけど、これはクジラです。これクジラです。ホエールウォッチング。ホエールウォッチングですね。クジラを見に行ったり、まあ、イルカを見に行ったりしますよね。ウィズマアンコール。明日、で、Be going to, I'm going to マーカーで塗ってください。今ちょうど中学2年生が勉強しようとしてます。未来形ですね。未来形。I'm going to go whale watching with my uncle. 私はおじさんと一緒にホエールウォッチングに行く予定です。Be going to 何をする予定です。I'm really looking forward to. もうこれはニュースに出ますよ、最近。Look forward to. これはめちゃくちゃ大事ですよ。何なの楽しみに待つという意味です。
これはちょっと4、5回絶対練習してください。 Look forward to、 で後ろは ING ですね。ちょっとここで映るかな、映るかな。後ろは動詞は ING にします。何々することを楽しみに待つ、何々することを楽しみに待つという文章。Look forward to です。Look forward to ですね。で、これ現在進行形になってるんですよ。I'm really looking forward to it。ね。で、私は本当にそれ、つまりおじさんと、ホエールウォッチングに行くことを楽しみにしていますということですね。もう一つ超絶レベルの高い話をさせてもらうとですね。これ。何かに気づきませんか、まあ、ちょっとレベルが高い話ですよ。英語がどんなに得意な人も多分まだ習ってない。I'm really looking forward to ってなってますよね。皆さんは、まあ、really は本当に、ちょっとこれカッコで作りましょう。これはまあ、いいです。別になくても大丈夫です。B 動詞プラス ING は、現在進行形って習ったでしょ。アムプラス ING、現在進行形でしょ。現在進行形って今しているってことですよね。今しているってことなんですよ。ね。はい。これ実はですね、まあでもこれは本当に現在進行形でいいのかな。未来のことに対して、すぐ近い未来で、ある程度予定が立ってる未来は、現在進行形で、代わりに代用するっていうのがあるんですよ。現在進行形、何々しています。まあ、これはでも、ごめん、単純に現在進行形でいいのかもしれない。ただ、未来のことに対して、すぐ近い未来で、何々する予定とかいう計画を立ててる近い未来は、現在進行形で、未来の代わりになるんです。ですね。ここはメモじゃないですか。これもどんどん差がつくんですよ。いいですか、同じ授業を受けてるんですよ。レベル高い話をしてますよって言ったら、多分皆さん聞いたことないでしょうから、高校生に話してる内容と同じなんです。で、結構予定があって、予定がある程度確かに立っていて、近い未来です。近い未来。例えば、あさって、補助室に行くとかなんか、ある程度予定が立っていたら、焼肉に行くとか。ただ、未来のことでしょ。で、B 語を見ても使わないんですよ。でも、現在進行形で未来のことを表すようになってます。表していいようになってるので、ですね。まあ、そこは、今の言葉をメモっておけばいいのかなと思う。これはちょっとただ単純に、今の楽しみ待ってるし、現在進行形でいいかもしれない。すいません。ちょっと、勇み足をしまって。はい。じゃあ、もう一回、ざっくり復習をして、行きたいと思いますので、皆さん学校でもね、3A 入った人、3A 入った人、はいはい、3の B まだ行ってません？もう B 行ってる。本当。早いね。じゃあ 3B まで行こうかね。じゃあもう一回行きまーす。で、皆さん学校で習った時に、多分単語の練習とかしてないと思うんですよ。ね。おそらく一回先生が言っちゃったのを綺麗に書いて、でも、はっきり言って頭には残ってないと思う。だから本当に習った時に一生懸命ね、こう頭に入れていってほしいなと思いますので、じゃあ、ざっくり復習して、ちょっと 3B 入ってる人もいるみたいだから、3B まで行きたいと思います。行きますよ。サブジェクト。ね。ヘロー、コン、アラスカ、アラスカからこんにちは。ヘロー、ヒーロー。I've been in Juno for three days.私は3日間ジュノーにずっといます。滞在してますね。ジュノー is the capital city of Alaska. ジュノーはアラスカの州都です。It's surrounded by mountains and the sea. それは、つまりジュノーは山や海に囲まれています。My uncle has lived here since he was young. Since he was young. ですか？彼は若い時からずっと、私のおじは若い時からずっとここに住んでいます。
I went to a famous cave yesterday. 私は昨日有名なホラー穴に出かけました。It's under a glacier about 90 kilometers from Juno.、そのホラー穴は、ジュノーから19キロ、およそ19キロ離れた、氷河の下にあります。The cave was formed because the ice melted.氷が溶けたので、そのホラー穴は形作られました。The whole cave is a beautiful blue color. ホラー穴全体は美しい青い色をしています。The color of the sunlight through the glacier. それは、太陽の光がですね、先にこっちから行ったらいいよね。氷河を通り抜けた太陽の光の色です。氷河を通り抜けた、氷河を通した太陽の光の色です。Tomorrow, I'm going to go home whale watching with my uncle. 明日、私はおじさんと一緒にホエールウォッチングに行く予定です。I'm really looking forward to it. 私は本当にそのことを楽しみにしています。楽しみに待っています。Talk to you later ですね。後であなたに話をします。Later は後でってですね。で、ベン。まあこれ、メール、E メールを送ってるんですね。はい、じゃあ裏側が3尾になってますんで、裏側を出してください。ちょっとね。ですか？はい、これね、2学期始まって中間コースの範囲になりますからね。はい、じゃあ行きましょう。アラスカ滞在中のベンは、ホエールウォッチングに来ています。クジラの捕食の仕方についてガイドが便利説明しています。で、ガイドさんの説明ね。During the summer, we can watch whale near here. 夏の間、During マーカーで打ってください、During。はい、これは英語苦手な人、こっちに練習してください。旦那の間とですね、During。During summer vacation, 夏休みの間とかですね。During 旦那の間。We can watch whale. クジラを見ることが can できます。Near here.、ここの近くでですね。Near が近く、here がここ。ね。いいですか？この近くで、クジラを見ることができます。In spring, whales start moving north from Hawaii and California. ですね。春に、クジラはハワイやカリフォルニアから北へ移動し始めます。Start moving, start と ing, マーカーで塗ってください。Start moving.この ING は動名詞です。皆さんに ING って聞いたら、皆さんはすぐ進行形とか言いますけど、進行形だったら前に B 動詞がいきますからね。ですか。動詞、スタートという動詞プラス ING は、後ろ動名詞、動くことを始めるということ、動き始めるということです。ね。要するに、春に暑いところから北に動き始めて、夏はその北の方、アラスカって北ですかね、相当。で、北でそのクジラを見ることができると言ったんです。They go toward the Arctic ですね。Arctic Ocean。Pacific Ocean 太平洋。Arctic Ocean 大西洋。ね。ですか？だよね。だったと思うけどな。あ、北極、ごめん。そうだ、アーティック、パシフィックオーシャン、太平洋。あ、何が始まったかな。あ、どうせでした。アーティック、一番下にありますね。北極海です。北極海。オーシャンって海のことです。オーシャンは海洋、海のことですね。で、彼らは、北極海の方へ、ツワードって何なの方程式です。ツワード。はい、練習しましょう。ツワード。何なの方へ。
きましたか？フォワード。They go toward the Atlantic Ocean。そう、アトランティックと間違えた俺。思い出した。アトランティックオーシャンが大西洋です。パシフィックオーシャン太平洋、アトランティックオーシャン大西洋、アークティックでした。それもちょっと見ちゃったんで、見間違えた。北極海。はい、じゃあその下行きましょう。Are you enjoying your stay? まあ、その、滞在してですね。stay はこれは名詞です。滞在という名詞です。滞在するという動詞ももちろんありますね。stay up late とかいう時の動詞も stay は動詞ですが、ここの stay は名詞です。ね。あなたの滞在を楽しんでますか？まあ、嵐から楽しんでますか？ってですね。Yes, very much. はい、とても。さあ、黒丸来ましたよ、黒丸。How long have you been here? はい、how long? 特にマーカーで塗ってください。時間の幅です。どれくらいの間ですね。今、俺たちは継続で勉強してるんですよ。継続。現在からの継続。ね。過去の1時点から今までのこの時間の幅の勉強をしています。How long というのはどれくらいの間ですね。どれくらいの期間。Have you been here? あなたはここにいますか？どれくらいの間あなたはずっといるんですか？つまり、3の A は現在完了の継続の一般的な肯定文でしたけど、肯定文でしたけど、6番は疑問文の作り方です。疑問文の作り方。How long have you been here? どれぐらいの間あなたはここにずっといるんですか、ね、で、7番。I've been here for 4 days. How long で聞かれたら、for 4 days マーカーで塗ってください。どれぐらいの間と聞かれたので、4日間とか答えてるわけです。ね。この7番は、実は、3の A の基本例文の一つですよね。I've been in Juno for 3 days だったでしょ。私は3日間ずっと Juno にいますでしたよね。で、ここはなんで7番は 3B でまた特別に取り出されたかというと、疑問文に対する答え方としてここで出てきたんです。ですか？ How long have you been here? はい、ノートに書きましょう。どれぐらいの間の後を作りますか？ですね。だからまあこれ本当に学校の授業の受け方もアドバイスなんですけど、今、俺はね、いろいろわーわー言いようけんね、単語練習してねとか、本文書いてねとか言うんやけど、それ言わないんでも、皆さんこれを持ってたら、どんな新しい単語が出てきたかとかね、右の枠の中にあるでしょ。それとか、大事なとこは黒丸で書いちゃうでしょ。6番に黒丸とか7番とかね。だからそこを重点的にノート何回か練習してほしいなと思います。How long?どれぐらいの間 How you been? Here、ね、で、ここはね、日あって福祉なんです、これ福祉ゼロはそこにというのこれと福祉でですね。これは本当にみんなが訳をするときに、バシッと分かった方が、こう、クリアになるなと思って、よく、ゼアとかナメとかって聞いたりします。ね。はい。How long? どれぐらいの間どれぐらいの間 ?Have you been here? Have you been here? ね。ずっといるんですか。これはね、あえてずっと訳した方がいいと思ってます。2つのパートに分けてください。How long? どれぐらいの間。例えば、中1の時にあったじゃん。How many books do you have? ってなってですね。何冊 do you have? 何冊の本をあなた持ってますか。How many books do you have? How long have you been here? 2つのパートに分けてイメージすると割とやりやすい。ね。どれぐらいだここにいますかって聞かれたので、
Have you って聞かれたから、I have です。または短縮形で I になる。ね。I've been here。で、どれぐらいの間って聞かれたけど、もちろんこれはいつも決まっちゃうわけないですよ。ここでは4日間と言ってます。4、4 days。3日間やったら4、3 days。で、時間の幅があるときは、4を使ってくださいと。例えばこれが昨日からずっとここにいますっていう方もあるよね。ね、まあ、ただどれぐらいの間って言われたら普通は、こいつ、幅を聞かれたんで幅で答えが一発的ですよ。例えば昨日から言うとしたら2日間いますとかね。for two days とか言った方が、多分相手の聞き方には、こうなんかきっちり答えてるかなっていう気がするんですね。そうですね。How long have you been here? I've been here for four days. I の方が多いような気がしますよね。もう今アメリカ英語ですから短縮形が圧倒的に多いと思います。I've been here for four days. ですか?ね、中1とか中2に比べたら文章長くなったね。ちょっと頑張りましょう。一応ですね、これ終わったらちょっと休憩しますので、もうちょっと頑張ってね。Look, there are some ways over there. はい、over there 練習してください。向こうにっていうんですね。よく出てきますから、ね。over there. 向こうに。これは前に出てきたので、多分、右の単語には載ってません。over there 向こうに。there are, はい、中2で今度の期末講座の範囲でした。There are, マーカーの色を変えてみてください。オーバーゼアと違う色。ありますとか、いますとやこしの。何なんがあるとか、何なんがいるとやこしの。They are. ですね。さあ、ごめんなさい。There are です。There are. There are です。There are. There are. Some ways. 何等かのクジラがですね。オーバーゼア、向こうにいますな。います。Wow!What are they doing? いいね。What are they doing? クジラたちは、彼らは何をしているのですか?はい、横に基本中の基本を赤ペンで書いてください。この11番の横に。ですか?現在進行形、中1で習います。What are you doing? これが基本です。What are you doing? まあ、なんとかついたりして、今何してるんですか?まあ友達にね、いつも言ってるように、何しよう今何しようとか言って聞くときの言い方、英語。What are you doing? もう一回言いますよ。11番の英語、このプリントの横に、これを書いてください。そしたら、What are they doing? と全くそっくりだってことが分かってほしいです。What are they doing? はい、もちろん、例は、クジラたちのこと。ね、あなたは何をしてるんですか?彼ら、クジラたちは何をしてるんですか?いいですね。OK ですか?はい、ということです。じゃあ、その次行きましょう。ね。どこまで行きました?What are they doing? の下。They are trying to catch fish.はい、現在進行形で聞かれたら現在進行形で答えるんですよ。だから、they are trying, 何々しようとしています。they are trying to catch fish. で、ここで try to ですね。これ入試にね、ちゃんと出るんですよ。難しくないんですよ。try to. 何かしなくてもめっちゃ出るんですよ。何々しようとする。何々しようとしてみる。やってみまくる。ね、try to. で、これに進行形が、B 動詞がついて、they are trying to catch fish. はい。彼らは魚を捕まえようとしています。ここで、fish。マーカーの色を変えましょう、fish。fish。頑張ってついてきてね、頑張ってよ。いいですか、fish。
で、実はシープと一緒で教えましたね。シープって羊のことなんですけど、魚とかね、もうちょっと多分みんな映像見たことあるけど、結構ちびっちゃい魚がうわーって群れなしてますよね。ね。なんかなんかの漫画かなんかでさ、ものすごくでっかい魚と戦う小さな魚たちが、なんか大きな魚になってガーッと言って戦ったりとかいう映像があったりしますけど、あれ、数えきらんけん複数のメスがないって話をしたでしょ。あまりにもたくさんいるから、数えきらんけん、なんとフィッシュは複数になったらメスがつかない魚。シーン。日本人にとって羊とかめったにいないんですけど、シーンって羊なんですけど、これを通称単複同形と言います。単数と複数が同じ形です。もっとぶっちゃけて言うと、複数メスがつかないということです。単複同形。まあ、数えられない名詞と言ってもいいんです。数えられない名詞。単数と複数が同じ形、フィッシュ、シープですね。いいですか？だから、フィッシーズとかにしないでください。ですね。シープスとかしないでくださいね。OK ですか？はい、ということです。ね。彼らは、クジラたちは、魚を捕らえようとしています。What is make a circle around the fish and blow bubbles? すごいね。クジラたちは、make a circle、円を作る。make は作る。サークルは円ですね。はい、サークルもちょっと練習してください。What is make a circle? クジラたちは、円を作ります。around the fish。魚の周りに、ね、魚の周りに円を作ります。And blow bubbles。そして、バボー、泡を吐きます。blow bubbles。泡を吐きます。The fish are surrounded by the bubbles and trapped in the center.、ね、魚は、泡に囲まれます。また囲まれますが出てきました。で、さっき言ったように、ザ・フィッシュ、もう一回マーカーに行ってもらっていい？なんと、単複数の S がついてないのに、B 動詞が R になってるでしょ？ね？わかりますか？はい。だこの魚は当然1匹じゃないんですよ。常識で考えてください。一匹の魚をすげえでっかいクジラが円を作っているのを取り囲んだ。誰が食べますか？ですね。クジラ同士喧嘩になりますよね。で、魚の群れをクジラが円を作って取り囲むっていう話です。ですね。だから、もう一回言いますね。フィッシュは単数複数同形で形が一緒で、ここの魚は複数、魚がたくさんいるということを表します。サランデイっていう、ね、取り囲まれます。by the bubbles, 泡によって取り囲まれます。and trapping in the center. ですね。はい。トラップというのは、捕まえる。サッカーでトラップってボールを捕まえることですね。はい。トラップって言います。トラップって言うんですよ。ボールを止めること。ですね。トラップと言います。はい。捕まえる。ね。で、これもですね、アーサランディっていうのアーと同じなんです。まあ、これをまたちょっとレベルの高い話をします。はい、受動体ですね。アーサランディっていう。捕まえられます。囲まれます。ごめん、取り囲まれます。アンドトラップという。ね。これ、アンドがとても大事なんですよ。これ意識する人少ない、中学生ほとんどいないんですけど、実は、アーがこことここに分配されるんです。はい、これしっかり書いちゃってください。いいですか？まあ、中3でこれ意識して英語を訳する人ほとんどいないでしょ。つまり、ここ受動体で、ここ受動体になってないでしょ。
けど、ここに B 動詞が来るとだ。いいですね。取り囲まれて捕まえられるんです。捕まえたじゃないんです。いいですか？だって主語が魚たちでしょ。ね。魚たちは、クジラが吐いた泡に取り囲まれて、そして、おぉ、なんだろうと思ってる間に捕まえられるってことです。ですね。これ、and を通り接続詞といって、英語ってやっぱり同じことを繰り返すのが、同じ単語を使うのは嫌うんですよ。だから、ああ、サラウンディッド、ああ、トラップドと言わないで、ただトラップでもこれは捕まえられる受動態で訳してください。いいですか？はい、ということです。いいですね。はい。で、then, the whales swallow the fish. swallow は飲み込むですね。swallow, 飲み込む。はい。で、それから then は3ついつもお願いしてますね。その時、それから、それでは。で、今回はそれからです。はい、then練習しましょう。then, それから。それから、the whale swallowed the fish ですね。クジラたちは、クジラは、魚たちを、魚を飲み込みます。あ、飲み込むのですかいね。これ普通の文章なんやけど、語尾を上げちゃうと飲み込むんですかっていうふうに言ってるんですね。right, その通りです。all at once.アットワンスはですね、直ちにって意味なんですよ。まあでもここではオールとくっついて、普通はアットワンスってね、すぐにって意味なんだ。アットワンスだけだったら。でもオールアットワンスで一斉に、はい、これも練習してください。とにかくその右に出てきた単語は、授業時間内に一個でもとにかく多く覚えようとしてくださいね。ですね。いや今回は今調べた中で英語が一番苦戦してる科目かなって感じするんですけど、みんな全体的にね、全体的に英語は本当にねレベルがガンガン周りは上がってくるわけ、上げようとしてますから、だけどちょっとついていかないかんですよ、頑張ってね。でまずせっかくですから授業時間内にある程度のことをやれるように訓練していってください。いいですか？はい、all at once. 一斉に、一度にってことですね。That's amazing, amazing. わ、びっくりですね。ってことです。じゃあもう一回通して、見た後、休憩に入りますんで。はい、一番最初に戻りましょう。3の A と3の B はですね、現在完了の継続、ずっと何々しているという勉強でした。ずっと何々しているという勉強です。はい、行きましょう。During the summer, 夏の間、we can watch whales near here. ここの近くでクジラを見ることができます。In spring, 春には、whales start moving north from Hawaii and California. 春にはクジラたちはですね、ハワイやカリフォルニアから北の方へ動き始めます。移動し始めます。They go toward the Arctic Ocean. 北極海の方へ、行きます。クジラたちはね。Are you enjoying your stay?、滞在を楽しんでますか ?Yes, very much. とても。How long have you been here? あなたはここに来てどれぐらいになるんですか？あなたはどれぐらいの間ここにいますか？I've been here for 4 days. 4日間ずっとここにいます。Look! 見て !There are some whales over there. 向こうに、南東からクジラがいますよ。Wow! What are they doing? 彼らは何をしてるんですか ?They are trying to catch fish. 彼らは魚を捕らえよう、捕まえようとしています。Whales make a circle around the fish.And blow bubbles. クジラたちは、
円を、魚たちの周りに円を作ります。そして泡を吐きます。The fish are surrounded by the bubbles and trapped in the center. ね。はい。魚たちは、泡によって囲まれます。魚たちは泡によって囲まれます。そして中心で捕まえられます。Then the whale swallowed the fish. それからクジラたちは魚を飲み込むんですか ？Right, その通りです。All at once, 一斉に飲み込みます。That's amazing. それは面白いですね。びっくりしますよね。ということでした。まだ3Cに入ったら慌てなくてもね、こちらに、ちゃんとありますんで、3Dまでありますからね。参考にしてください。ひろきくんは後で遅れてきたんだけど、これ、点数書いてないですよね。ね、点数書き寄ったとき間に合ってない。ちょっと回してください。後で集めますか。はい。じゃあ、ここで一旦休憩したいと思います。いいですか。学校のレッスン3入ったら、今日塾でしたように、単語練習とか文章練習してくださいね。ですね。中間の勉強です。はい、じゃあ終わります。はい。はい。でした。ありがとうございました。先生、はいはい、5番と5教科でどんくらい大丈夫ですか？